はじめに日本国君が代の演奏です。続きまして、メキシコ国歌の演奏です。日本ボクシングコミッション穂坂誠コミッショナーです。ただいまからさあ、それではこの試合、白井さんと具志堅さんにキートゥーウィニングということで、両者勝つためにはどうすればいいかということで伺いましたので、早速ご覧いただきましょう。まずチャンピオンが勝つには、具志堅さんはジャブでついてアッパーカット、白井さんは左のストレート、そしてカウンターということです。さあ、一方のチャレンジャーが勝つためにはどうでしょうか。私はこの試合を WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチと、具志堅さんは接近してのアッパー、白井さんは財団法人、右アッパーロングフック白井さんですね。具志堅さんはアッパーが鍵というのがキートゥーウィーニングです。さあ、この辺は十分参考にされて試合の方をご覧いただきたいと思います。ただいまよりなお、今回の立ち会い人スーパーバイザーは WBA タイのチャランポン・チャウサクール実行委員です。12回戦を行います。赤コーナー、 WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン、115パウンド、競泳所属、飯塚克也。今回も最高の仕上がりです。2回目の防衛戦。青コーナー、 WBA 世界ジュニアバンタム級1位、115パウンド、メキシコアルマンド・カストロ。モンストール怪物です。最強の挑戦者。ジャッジ、ミスターメダルド・ビララボス。なお、この試合のジャッジはパナマと韓国とアメリカ、
パナマのメダルド・ピラロボス、そして韓国のワン・スーユー、アメリカのルイス・リベラ、この3人で行われます。同じくジャッジミスタールイス・リベラ、この試合レフェリーは採点せず、ジャッジ3人が10点法で採点を行います。ミスタースティーブ・スモーガン、そして今回のレフェリーはニュージャージー州での看板レフェリー、アメリカのスティーブ・スモーガーです。WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦、さあいよいよ始まります。さあゴングなりました。試合開始、黒いトランクスが鬼塚、グリーンのトランクスがカストロです。試合さん、はい、本当に注目の第1ラウンドですね。そうですね、今あれですね、ちょっとあれですね、鬼塚がワンツーを打ちましたね、これがね当たってますね、はい、ちょっとね珍しいですよ。今まではね1ラウンド2ラウンドはよく相手を見てね、それから動くんですけど、今日ね先に打ちましたね。スピードもあるしね、はい、いいんじゃないですか。具志堅さん、はい、両選手の表情あるいは動きからどうでしょうか。まだ始まったばかりなんですよね。いやもうすごく闘志っていうかね、もう顔が両者ともすごい締まってますね。なるほど、目つきがやっぱり怖いですね、今日のあの鬼塚君は。はい、まあ、それだけこの試合にかける意気込み、そういったものが十分に伺います。チャンピオンです。ミノフカー何発かいきなりもらってしまいました。しかもロープを背にしています。チャンピオンです。白井さん、ちょっと危ないですね。ちょっとね、これ打ち合っちゃいけませんね、ロープを、しょっちゃダメなんですよね、はい、回り込んで、リングの真ん中に行かなきゃダメですよ、はい、いきなりです。とにかくギャラクシーを倒したあの右のアッパーカットを何発かもらっています。さあちょっとロープを背にして、もう一回右のアッパーカット、強い一発に圧、カストロ猛烈な攻撃、ちょっと全く動かずにパンチをもらっています。鬼塚です。やはり挑戦者のアッパーは怖いですね、さあここからどう反撃するか。鬼塚相変わらずロープを背にしています。チャレンジャー構成右アッパーカットを返した。さあ右アッパー、このパンチです、このパンチです。鬼塚はね、カウントアウトというんですよね、いやこれはちょっとカストロペースです。この接近戦の打ち合い、ちょっとね、猛烈なパンチをもらっています。こういう姿はね、やっぱ見た目も悪いですからね、右のストレートは何匹か返していますが、ダメージがあるかどうか。鬼塚がね、うまくヒットすればね、チャンスになるんですけどね、はい、まあ、しかし全く動かないでパンチをもらってしまいます。ああ、かなりですね、右のアッパーね、顔出したらダメですよ、チャンピオン足は全く使っていない。チャレンジャーがパンチを振る、右のアッパー、右アッパー、あと左、危ない。第1ラウンドが終わりました。日本にはお茶漬けがある。日本には永谷園がある。永谷園のお茶漬けのり。WBA の世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ。さあ第1ラウンド、カストロの前半の攻撃をご覧いただきましょう。このもらってはいけない右ロングフックをもらって、白井さん、これやっぱり相当、ね、目立ってましたね。さあこうなると具志堅さん、チャンピオンはどのような形でボクシングをしていけばいいんでしょうかね。やっぱりね、まずは
アッパーをね、はい、気をつけるってこと、それと挑戦者のねパンチを空振りをさせるってことね、まともに食っちゃいけませんね、はい、こういうふうに挑戦者を空振りにさせるってこと、ロングフックが怖いんですよね。そうですね、フックがねうまく、ね、伸びてくるんですよ、はい、ですから鬼塚はね抜かない口、これですね、まともに打ちちゃダメですね。ロープを選しています。これは第1ラウンドと同じ回り込んできました。今回はパワー負けしないように、押し相撲をやったり、あるいはそのパンチを打った後回り込んでいったり、こんな練習を数多くやっていました鬼塚。それとねスピードはね鬼塚にもありますからね、やっぱりスピードの勝負ですよ、はい、前半は。しかしチャンピオンの顔がだいぶ第1ラウンドの猛攻を受けまして腫れています。あ、鬼塚危ない、これは危ない、左の目の辺りがだいぶ出ています、ね、はい。どうも具志堅さん、チャンピオンの動きはまだ硬いような感じがしますが、どうでしょう。そうですね、まだまだですね、まさかですね。右のストレート、だいぶチャンピオンのパンチも当たり始めています。今のいいパンチですよ、まずね、さっき言ったようにスピードがあるんですからね、はい、スピードで勝負ですよ。そうですね、前半は無謀にね、打ち合っちゃそうですね、はい。チャレンジャー その体が温まらない間に前半をなんとか打ち合いをしたいというようなことも指導陣、言っていたわけなんですが、チャンピオンサイドちょっとこれはなかなか苦しい試合展開になってしまいました。しかし挑戦者がですね、1ラウンドからこんなに出てくると思わなかったですね。私は中盤から後半にかけてくなと思いましたね。誰もそういった予想だったわけですが、さあ今度はチャンピオンのパンチです。これは激しい試合に最終回になりました。鬼塚もねよく2打打ちしてますよ、はい。右のストレート、チャンピオンはあまり足は使っていないようです。第1ラウンド、この第2ラウンド激しい打撃戦です。ワンツー、右アッパーカット、左ストレート、ジャンジャルの左ストレート、ワンツー、ちょっとこれは浅かったか、ショートのワンツー、打ち合いです。これは序盤から打ち合い、しかし乱打戦になりましたね。チャンピオンのパッチが入ってきましたね、はい、いいパンチ。さあだいぶリズムが出てきたようなそんな感じもしますが、しかしパンチは強烈、チャレンジャーです。聞こえるかい、こちらタケノコ、はい、了解。愉快なキノタケトランシーバー、今抽選で当たります。キノコ、タケノコ、どっさり取れて新登場。ただいまの後は喉殺菌イソジンで、喉殺菌、喉殺菌。うがい薬は明治のイソジン。さあそれでは第2ラウンド、チャンピオンのエンジンの方もかかってきたようですが、その攻撃をご覧いただきましょう。今回はとにかく味わったことのない苦しみ覚悟、リング上で戸惑わないように苦難を踏み入れていくトレーニングをやってきたと語っていました、このチャンピオン。第3ラウンドが始まりました。白井さん、はい、だいぶ第1ラウンド第2ラウンド挑戦者それからチャンピオンと動きがこう出てきてるんですよね。そうですね、1回目はねチャンピオンがちょっとね疲れてですね、はい、打たれたんですが、2回目はねかなり右のストレート、もう一回右のストレート、右のストレート、チャンピオン交代です。右ストレートいいですよ、はい、左ゴネグロ、右のストレート、具志堅さん、はい、チャンピオンはこのボクシングでいいんでしょうか。いいですね、ただ振られた時ですね、距離感で相手の右のロングスティックが飛んでくるんですよ、はい、右のですね、それが一番怖いですね、うん、ただねやはりね中盤から後半ですね、はい、スタミナ
これは気をつけることですね、チャンピオンは。まあ、練習は本当にハワイでよりハードな、まあ、スタミナをつける練習をやってまいりましたチャンピオン。まあ、スタミナはもうまず心配はないと思いますが、しかしいかにそのロスなくやはり前半を戦うか、これも一つのポイントでしょう。宮澤さん、チャンピオンサイドです。はい、第1ラウンドはちょっと戸惑った感じなんですが、第2ラウンドのようにですね、左を使ってとにかく回れと、そういう指示が出てますね。ああ、そうですか。なるほど。はい、チャンピオンサイドは滝方直樹アナウンサーです。宮澤さん、はい、青コーナーですけれども、とにかくもっと距離を詰めて、下から下から、下から上へ突き上げろ、そして中に入れということを言っています。なるほど。はい。挑戦者サイドは向井正夫アナウンサーです。まあ、カストロはね、しつこいですからね、とにかく下からもう煽ってくるね、そしてパンチがね、割にね、思ったように割れるんですよ。はい、まあ、とにかくこういったボクシングで相手をとにかく叩きのめしてまいりましたチャレンジャーです。あ、ここで連打に行って宮澤と、鬼塚はね、相手の打ってくるのを迎え撃ちしてるのは間違いないんですけどね、はい、オーバーペースになると怖いですよ。そうですね、具志堅さん、はい、ここまでペースとしてはどうなんでしょうか、チャンピオンなんでしょうか、チャレンジャーなんでしょうか。もうチャンピオンも2ラウンド以降はいい動きしてます。そうですか、はいはい、ただもうパストロですか、調子さんはこのパターンですから、うん、で鬼塚はやっぱり変化のあるボクシングしてほしいですね。なるほど。でこのパンチのスピードで、対抗してほしいです。はい、ワンツー出せばパンチは当たります。チャンピオンです。まだね、鬼塚がねスタミナが豊富の時は安心してるんですけどね、スタミナがなくなってくると怖いですよ。はい、ショートの右顔面に当たりました。この辺がボンソール、いいパンチですよ。ここで第3ラウンドが終わりました。こうなっちゃったらこれこうしてる間に、あら、綺麗。ピュッ、こうなっちゃったら、これ、こうしてる間に、まあ、すごい。こすらず簡単、キッチンカビキラー、ピュッ。一世紀を超える技術、純天然カルナバロを配合。100年間追い求めたワックスです。ジョンソンカーワックス、ピュアシリーズ。WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦、さあ前のラウンドの激しい両選手の攻防をご覧いただきましょう。チャンピオンにもエンジンがかかりつつありますが、しかしチャレンジャーも大変怖いパンチを持っています。さあ、それではここでちょっと赤コーナー呼んでみたいと思いますが、鶴太郎さん、鶴太郎さん、いかがでしょうか、ここまでの展開は。はい、いかがですか、ここまでの試合ぶり、チャンピオン。はい、だいぶ落ち着いてきてますんでね、ええ、とにかく、こういうことは予想をしておりましたんで、はい、落ち着いて落ち着いて今ボクシングやっております。そうですか、本人もそれ自覚しておりますんで。なるほど、大丈夫です。はい、わかりました。第4ラウンドに入りました。黒いトランクスがチャンピオンです、鬼塚。グリーンのトランクスがパストロです。白井さん、カストロの動きなんですが、はい、どうもちょっと顔つき見てますと、だいぶこちらもスタミナを少し消耗してるのかなという気がしないでもないんですが、どうですか。まあ、なんていうんですかね、ちょっとまだ、エンジンもかかってないんじゃないですか、カストロも。ちょっとね、それとね、お水が早いでしょ、これにちょっと、ね、戸惑ってるようですね。はい、さあ、とにかく鬼塚サイドは打ってクリンチ、そして回してパンチという練習をやっておりましたが、さあその辺、宮澤さん、パーカット、はい、青コーナーですけれども、カストロに対する指示がちょっと変わりましたね。あんまり長くやると危ないですね。そうですね、はい、今いいアッパー来ちゃったんですよ。ショートパンチを狙ってしまいました、はい、やっぱりね、ある意味のシットアンドウェイをしておいた方がいいですね。はい、コーナーはですね、はいはい、カストロに前に出るのはいいんだけれども不用意に飛び込むなと、それからショートパンチとジャブをもっと使えというふうに言っています。なるほど、はい、といった青コーナーの、アドバイスだったわけですが、さあこのラウンドはまた前進を図ってチャレンジャー、右の服、ロングの服です。いや本当に目の離せない試合です。本当ですね、ちょっと目離すまでよ。アッパーの打ち合い、さあこの試合はどうか、両者がね、強気になっていってますからね、ただ本当にね、怖いのはロープ絶対いけませんね、はい、まあ、これだけは気をつけ
ですが、ただもうカウンター打てないんですけどね、カウンターを打ってですね、ブラックさせるような感じがね、打ちたいよね、お兄さん。右のストレート、右のパカッと。いや、これはかなり体を預けての挑戦の打ち合いになってまいりました。ただね、鬼塚のスピードありますからね、ええ、ですからもう本当にね、速いパンチを打ってますね。いいですね、今のね、調整者のこの空振りをですね、ええ、かわすのがいい、いいと思いますね。そうそう、ありがとうございます。いや、しかしすごい、時々打たれるでしょ、あの突き上げね、はい、あの右ランパ、あの青の先端を突く、あれ怖いですよ。まあ、とにかくあのアッパーカットはストレート的にぐんと伸びてくるんだということをあの言う人がいましたが、何千しつこいですよ。そうですね、はい、ぐんぐん来ます。ここで第4ラウンドが終わりました。Nice quiet cabin you've always wanted. アメリカを騒がせているのは静かさです。日本名ウィンダム、これがワールドプレステージクラス。 Are you Wyndham? 試合はこれから第5ラウンドに入りますが、チャンピオンどうやら、前回の4月の王座決定戦の時と同じように鼻血を出してしまいました。具志堅さん、この表情からいかがでしょうか。はい、やはりね、鬼塚もですね、今までやっぱりボクシングしてきて、やっぱりそういう強いパンチは食ってると思いますね。しかし、鬼塚も負けていませんよ。はい、まあ、よく戦ってますこういったことはね、本当に十分に考えての練習だったわけですが、そうですね、予想通り、しかし、かなり厳しい、激しい試合になってまいりました。それにしてもこの長州さんのカストロ、本当に怪物ですね。いやー、やっぱモンストールですね。またね、よく手が出るんですよね、接近するとね。これがね、なかなか強いんですね。まあ、しかしまた中盤から後半に帰ってくると、この攻撃食ってしまいますと本当にこれから心配になってきますからね。これ先ほどちょっとね、考えますとね、スタミナがね、大丈夫かと、しかしトリッキーな攻撃で効いていないという表情のカストロ。宮澤さん、はい、チャンピオンの鼻血なんですかね、相手の偶然のバッティングによってちょっと出てるみたいなんですが、高橋トレーナーによりますと全く問題はないというふうに言っていますね。あ、そうですか。はい、今のところは心配しなくても良さそうですね。はい、はい、それとですね、どうしても打ち合ってしまうんだが、左をうまく使って回れ回れという指示は再三再三出ています。なるほど、はい、したがってその辺は練習通りにやればということなんですが、鬼塚宮澤さん、パンチは出せば当たりますけどね。そうなんですよ、当たるんですよね。左にもなんか見ようにね、スピードがね、あのまだまだね、あの勝ってますからね、はい、鬼塚のですから当たるんですが、あの先ほど言ったようにね、オーバーフェイスであると怖いと。そうですね、しかし、まあ、いろんなところからいろんな角度からカストロはパンチを出しています。でことにですね、カストロってのはいつもこういう試合をしてるわけですよ、押し込まれてですね、はい、まあ、だからもう自分のペースでやってるわけですね。鬼塚はね、あんまりこういうのはないですからね、あまり変わったことやらない方がいいですね。今回に備えまして本当にもう素晴らしい練習を行ってまいりましたが、鬼塚その練習の成果をここで何とか見せられるか。右アッパーカット、パンチは上がっています。これボディーブロー、右アッパーカット。いや、しかし鬼塚も強気ですね。そうですね、打ちないと決していません。曲げてない。さあ、ここでこういった形でとにかく押し相撲をやってもタワー負けしたように、この練習はもう再三やってまいりました。鬼塚でことにね、この予想通りのね、もうフォーファイトになりましたね。チャンピオンのですね、パッシュが的確に入っておりますね。はい、したがってこれはポイントにはなりそうですね。そうですね、おっと、ダブルマジのスピードもありますからね。もう一つ、もう一つチャンピオンです。しかし今までにないこのタイトル戦になりました。鬼塚勝也、あ、これ右アッパーカット危ない。これは全くこの後どうなるか分かりません。試合展開です。もつれます両者。ここで第5ラウンドが終わりました。
日本にはお茶漬けがある。日本には永谷、永谷園のお茶漬けのり。さあ赤コーナー、小口トレーナーの指示を仰いでおりますチャンピオンですが、前のラウンドダブル、このパンチご覧いただきましょう。小口トレーナーは後半出てきそうなので、なんとか前半ある程度打ち合いたいという話をしていましたが、相手は手首バランスを崩す、打ち合い始めたら止まらないんで、止まったら絶対ダメだという話をしていました。第6ラウンドに入ります。チャンピオンのこれが2回目の防衛戦です。さあ具志堅さん、この辺でチャンピオンとしてもなんとか自分のペースに本当にこう持っていきたいところですよね。そうですね、もう2ラウンドからですね、リズムを掴んでいますよ、はい、よくね、左が出てますしね、はい、右ストレートも決まってますよ。しかもこういった形でパンチは的確に相手を捉えているようです。よく耐えています。さあこういった形がこれは練習でよくやっていた、そういった動きです。5台2発、千葉さん、だいぶチャンピオンの方としてもリズムが出てき始めている感じがありますね。連打がいいですね、コンビネーションブローね、はい、これがね、上下をうまくね、豪快にいってますね、はい、いいですね。いわゆるそのコンビネーション、これは鬼塚のもう独特のものなんですね。そうです、そうです、はい、最高の技術です。宮田さん、はい、チャンピオンサイドがこの左の使い方だというふうに金平会長言ってますね。あ、そうですか、はい、なんとか左手を相手を踏まえてくるかをね、アッパーのカウントしましたね。ああいうのがいいですね。ワンツースリー、3つ当たりました。うまく対応を変えておりますチャンピオンです。鬼塚調子に乗りましたね。そうですね、はい、だいぶ調子に乗ってきました。具志堅さん、はい、チャンピオンのこのラウンドの動きはいかがでしょうか。ですね、パンチが見えてますね。あ、そうですか。相手のパンチをですね、したがって挑戦者が空振りをするようなシーンが少し目につき始めますか。そうですね、それがもう一番戦う方がいいじゃないですか。うん、なるほど。相手のこの右をですね、盛んに左ボディをついています。左ストレート、この左ですね。そうですね、レフトのリードもいいですよ、はい、レフトのリードね、ロングストレートとですね、このアッパーをまず気をつけるということですね、はい、これがやっぱりこうですね。さあ、この辺ですね。さあ、チャンピオンにそのらしさが見え始めております。この中盤大先生がですね、コストレアですね、前半この時飛ばしてですね、後半同じボクシングができるかっていうことなんですよね、はい、だから後半の勝負かけてもいいと思いますね。チャレンジャーは今まではこういったボクシングスタミナが続いていたんですが、今回はやっぱりちょっと減量にも苦しんでいました。あ、右が強いぞ、顔面にヒット。しかし鬼塚のですね、強いパンチ食っても打たれ強いですね。そうなんですね、もう打っても打ってもね、前に出てきますからね、このタフさが一つの売り物なんですが、この挑戦者、まあ、ここでアップ上がった、はい、突き上げます。ここで止まっちゃまずいですね、はい、ここで第6ラウンド前半が終わりました。ホームシアターチャンネルワンワンは年間500本以上の映画をノーカットで、さらにスポーツ音楽などのスペシャルプログラムもますます。只見の方お断り。ワウワウ見るならフリーダイヤル 3-80805。 さあワウワウ5チャンネル。今晩はここ有明コロシアムから WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦をご覧いただいています。試合はこれから後半の第7ラウンド、赤コーナーチャンピオンサイド、左側青コーナーチャレンジャーカストロです。ラウンド7。さあ白井さん、後半にこれから入るわけですが、そうですね、6回終わってあと6回ですね、まあ、これからですね、はい、宮田さん、はい、青コーナーなんですけども、セコンドはですね、鬼塚はかなり疲れているぞという見方をしているんですが、うん、実はここにカストロのお父さんもですね、リング下観戦しているんですが、お父さんはですね、息子にとってかなり厳しい展開になっていると、こういう見方をしています。そうですか、なるほど、はい、さあそういった見方をしている青コーナーですが、どのような形のこの後カストロボクシングをしてまいりますか。
お互いに大きなパンチが当たりました。宮田さん、はい、一方のチャンピオンサイドなんですがね、前のラウンドあたりの動きでいいんだという話ですね、うん、でとにかく足を止めるなと、はい、で打ち合うなという話をしてますね。打ち合うなね、はい、したがって白井さん、少しボクシング、アウトボクシングをこうしようかということでしょうか。ね、とにかく白井有利に戦っていけんですね、なまずかね、もう体を密着してですね、はい、打ち合うと損なんですよね、今どうやらあの、ね、バックの、はい、注意です。やはり頭から突っ込んでまいります。左ストレート、もう一回ワンツー、左、左がいいですね、はい、左のリード、これは本当にいいことですね。さあ具志堅さん、大チャンピオン の、 そのリズムが出てまいりましたね。いいですね、本当にあのスピーディーに出てますよ。そうですね、パンチですね、あとはやっぱり少しね、気抜いたところでパッと来るんですよ。あ、体あの止まった時にもらってますね、はい、そこがやっぱり一番の要注意ですね。ですね、いつもはやっぱり体が止めちゃいけません ね、 ね、気を抜かない、それから動きを止めないということですね。そうですね。さあ、これはどうしたんでしょうか、誘ってるんでしょうか、チャンピオン右アップアカット、カウンターに決まりました。チャレンジャーのボクシングは全く変わりはありません。同じような形で突進突進また突進、しつこいですね、おっと右アップアカット、あのアッパー怖いんですよ。自分は経験とパワーと、それから前に出る突進力、これは誰にも負けないと語っております、モンソール・カストロ。だいぶ足を使っています、オリンスカです。右のストレート、タイミングよく決まりました。左、この左です。もう一回左、全身を滅びたいというチャンピオンです。さあ、だいぶ軽やかに左が出てきて始めています、チャンピオン。まあ、鬼塚はね、フットワークとレフトのストレートね、これをリードしてるとね、はい、まず間違いないんですけどね。なるほど、はい、これ第7ラウンドが終わりました。酔って帰る主人に大対さん、ちょっと出来すぎの奥さんかな、飲みすぎに大対さん、ありがとう、いい薬です。二日酔いでダウンでしょ、朝食べるの、へえ、大体さんって聞くんだ、飲みすぎに大体さん、ありがとう、いい薬です。動いてよ、体振って。さあ、チャンピオンのこの鬼塚克也、4月の10日には王座決定戦でタイのタノムサクシスボーベイに判定で、勝ちまして、見事にチャンピオンの座に輝きました。そして前回9月の11日日本人同士の対決、5位、松村健一と試合を行いまして、5ラウンド TKO 鮮やかな試合で勝って、今回がこれが2回目の防衛戦です。第8ラウンドに入りました。さあ、白井さん、はい、まあ、ここまでのポイントは白井さんどうでしょうか。だいぶも取ってますね、ハンドポイントも取っててね、ワンポイントも負けてますけど、なるほど、だいぶ離れてますね。どの辺がそれだけ鬼塚選手の構成ということになるんでしょうか。今日はストワークとかね、レフトのストレートね、これで時に打つあの連打、これがやっぱりあのポイントになってますね、まだまだ予断を許さないんですが、もちろんそうですよ、はい、青コーナーですがね、青コーナーサイドもやはりポイントで負けているという見方をしています。だからガンガンもうプレッシャーをかけていくしか、それしかない、顎を狙えと言っています。あ、そうですか、なるほど。そうすると立場上やっぱりチャレンジャー少し苦しみが見たいと思います。やけくそになってきますからね、怖いですよ。まあ、それだけしかしチャンピオンの方としてもチャンスは出てきますよね。そういうことですね。まあ、これまでチャンピオンもそれからチャレンジャーもノックアウト負けは1回もありません。一発に3発と非常に強いパンチを振ってまいります。勝つとこのパンチはどうでしょうか。あのアッパー怖いんですね。
よく打ち返さない、ラテル、ダメ。でもこういうね打ち合いをね長くやるとですね、はい、もう相手の方が本職ですからね、打ち合いは。いや、具志堅さん、はい、あのアッパーカットの連発ですね、チャレンジャーは。アッパーのですね角度がいいんですよね、あのカストロはですね、はい、だけどですねグローブでかなりあのまともにやってませんね。チャンピオン的な構成です。鬼塚らしさがだいぶ出てき始めています。さあ足を使って距離を放っていますチャンピオンです。左ワンタイストレート、まあ、うまくね、迎え撃ってますね、はい、いいことですよ。的に今的確なパンチはどうやらチャンピオンのようです、もう本当にね打つパンチがね、非常に目立つということ、はい、これはもういいことですよ、うん、ボディーブロー、ちょっと足を見せれています。チャレンジャーそれだけスタミナ消耗してるんでしょうか。左はバーミヤカート、ここで今日本にはお茶漬けがある。日本には長谷園がある。長谷園のお茶漬けのり。さあ赤コーナーのチャンピオンサイドが映っていますが、それでは前のラウンドのチャンピオンの構成、的確なパンチをここで連打コンビネーションブローをご覧いただきましょう。なかなか素晴らしい攻撃です。さあそれではまたちょっとここで赤コーナー呼んでみたいと思います。鶴太郎さん、はい、だいぶ調子が出てきたようですがいかがでしょうか。そうですね、鬼もボクシングやってます、ええ、かなりカストロはポイントを取られてることを意識してると思うので、ええ、やっぱりじらして鬼はそのままゆっくりボクシングを勝ちたいですね、はい、チャンピオンにはどんな形で言葉を今かけてるんでしょうか。とにかく、まあ、非常に精神的にも落ち着いてますんでね、ええ、よく把握して試合してますんで、大丈夫だと思います。そうですか、はい、今セコンドから心強い、言葉がありました。さあ第9ラウンドに入っています。ただしかし白井さん、目の離せない試合だし、はい、やっぱり本当に気を抜くと怖いことが怖いですね。まだまだね、あれですよ、カストロにしてもねパンチが、ね、まだね残ってますからね、気を緩めたらいけませんね、はい、そのカストロは やっぱりチャンピオンがですね、やっぱり自分の距離で戦ってますね。これは危ないんですよ。それとチャンピオンはですね、はい、打ち合って負けてませんね、うん、この辺が気持ちが絶対負けない気がする。負けない気がする。しかし優勝が上手でも十分にやるチャンピオンです。本当に最強のチャレンジャーですね、まあ、今回が指名試合、まあ、この試合に勝ちますとまだまだ防衛記録はどん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 伸ばすことができるわけですが、一つの大きな試練です。鬼塚勝也、本来なら一呼吸ね置きたいラウンドなんですけどね、もうとにかく休むラウンドが全く一つもありません。両者とも1ラウンドからもう気抜かれ一生懸命戦ってますね。だから挑戦者がねもうどんどん出てきますからね、もう休む暇は本当にないですね、お互いに。しかしこれが本当に世界タイトルマッチなんですね。これは今日はねお客さんも本当に堪能してますね、はい、今までの練習量それから精神力がこの後大きく左右しそうです。
ロープをだいぶ背にしていますがどうでしょうか。大事なんだ。こういった形で大パンチを生まれてしまいました。ダブル右押しで後ろ陣ボディブロー。また打ち合いか。これ打つけど打たれますね。チャンピオンもね、はい、こうロープを背負うとどうも良くないですね。両者とも同じあるいは目から引けずかなり激しいハーフの試合になってまいりました。どうですか、僕の新しいクレスタ。本質を見抜く目を持ちたいね。It's my choice. 新クレスタ誕生。22歳の若きチャンピオン鬼塚克也、一方左側ベテラン29歳のアルマンド・カストロ。チャンピオンは鼻血を出しています。それからカストロの方も左の目のあたりを切っています。最近の試合見てましても右の目尻あるいは左をカットするケースが非常に多くなっていますが、カストロ今回も血を流しています。今10ラウンドが始まりました。10、11、12、あと3ラウンドです。さあ具志堅さん、はい、この辺は最も苦しいラウンドということになりそうですね。よし、残り11、12、13、これからやっぱり勝負ですよ。はい、チャンピオン鬼塚はですね、やはり最後まで気を抜かないということですね。この挑戦者のカストロはですね、はい、やっぱり一発が怖いですから、まあ、今までの後半の TKO、 これがかなり多いこのカストロ。とにかく34 k のうち20が TKO です。右のフックロング右がターゲット。しかしまあ予想通りの強者でした。このチャレンジャーです。まあ、ここは必要にチャレンジャーが追いかけてまいります。軽くいなしたチャンピオン。しかしアッパーカットからグフンと伸びてまいります。カストロもね、打たれてもですね、すぐまた反撃してですね、はい、もう打つあの快適スピリットを大したことですね。いや、しかしタイトルにかける執念、これを感じます。チャレンジャーです。とうとう疲れていると思いますけどね、ファイトもありますよ。だいぶチャンピオンのパンチもらってますよ。そうですね、いい右のストレート。この辺はいわゆるチャンピオンがアウトボクシング、ボクシングをやってるという感じになりました。鶴太郎さんからいいよという声が飛んでいます。このアッパーなかなかね、怖いですね、はい、挑戦者。カウンターの右です。さあ今鶴太郎さんの指示がね、皆さんの耳にも達してると思います。自分のリズムように自分の距離を、あれいろいろあるでしょ。しかしチャンピオンもですね、はい、こういうリズムのこうボクシングできるということは、やはり練習はやってますね。と同時にやっぱり成長、これを伺いますね、やっぱりね、トレーニングをですね、はい、それとね、重ねてます。あとはね、精神的な余裕ですかね、なるほど、これはやっぱりあるんでしょうね、はい、ですから、まずからこう、うまく軌道に乗ってくるんでしょうね、はい、ここで第10ラウンドが終わりました。二人の秘密なんて。パパったら何してるの。だから歯磨きを重ねてますが、こうやって三つの効果のストライプ歯磨き、サンスターから。ハートオイル VO5 ホットオイルは傷んだ髪の内部に染み込んで健康にします。シャンプーも新発売。
VO5 ホットオイル From Sunstar。 さあ今赤コーナーが映っていますが、やはり相当一度のようなパンチをもらった表情を伺いますが、しかし今のところポイントはリードしています。さあそして青コーナー、こちらも激しく左の目の上あたりを切っている、カットしているこのカストロですが、さあ残すところあと2ラウンド。さあ闘志満々のこの鬼塚の表情、10秒を切ります。一方のモンストールカストロ、さあ白井さん、はい、だいぶ足を使ってやはりリードボールを打つような感じが多くなってまいりました。いやまあね、ったね、余裕がね、あのですね、はい、これはもう今までのね、あの過ぎ去ったラウンド、非常にうまくいってると、こういうことがね、非常に余裕を持ってですね、相手にうまくこうやってますね。まあ、ぶつけさせたそうなるとチャレンジャーも一か八かという形になってくるんでしょうか。そうですね、周りはもうですね、挑戦者ですからね、カストは素晴らしい部分を、挑戦者らしいボクシングしてますね、はい、逃げないでですね、チャンピオンに向かって戦ってる姿というのは僕が、いやもう10ラウンドまで感動しますね。まあ、本当に今まではこのしつこさに負けてしまって、その相手は本当に TKO あるいは KO で負けているわけなんですが、しかしさすがにチャンピオン鬼塚、大した精神力、すごいボクシングを行っています。だから残す2ラウンドなんですけどね、やっぱり気を抜けない試合ですよね。そうですね、本当にね、これはもう気抜いたら危ないですからね、一発で、ね、終わることありますからね、はい、特にスタミナの方もだいぶお互いに消耗してるでしょうからね。そうですね、だいぶ打ち打たれね、来ましたから相当やっぱりスタミナ消耗してますね、はい、本来ならですね、今一番使うラウンドなんですよ、はい、10ラウンドですね、あ11ラウンドですね、はい、相当疲れてますよ、そうですね、ここですよ、ファイティングスピリットはね。しかし鬼塚は本当に素晴らしい精神力で、しかもやはり練習量、これは本当に伺います。今回は100ラウンドのスカーリングを紹介してまいりましたが、いろんな角度からいろんな方法で練習を行ってまいりました。鬼塚ラスパンチは当たります、的確に捉えています、ミルストレートクロスです。今まではこういったボクシングでカストロというと本当に相手がその根負けしてもらってして倒れてしまう、こんなケースも多かったんですが、今日のね、はい、鬼塚はこの気迫ね、これ負けてないですからね、非常にね、やっぱ強気でやってるってことがね、いいんですね。第1ラウンド回想ちょっとびっくりしたんですが、しかしその劣勢を跳ね返してポイントをどんどんと重ねているようです。カウンターです、右アッパーカットになりました。もう一回右アッパーカット、なんか相手のお株を奪うような右アッパーカットを打っています。今のアッパーなんかね、うまかったですね、下がりながらね、ここで11ラウンドが終わりました。あなたの気持ちで運びたい日本ツーン。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、いよいよ残すところあと3分1ラウンドということになりました。さあ白井さん、はい、採点はいかがでしょうか。私の場合はもう間違いなくね、ノックアウトされなければ、勝ちと、はい、こうなってますね。具志堅さんいかがですか。そうですね、やっぱり5ポイントぐらいお水が鬼塚がリードしてるから、そうですか、しかし鬼塚もやる気満々です。さあこの3分間、本当に面白い3分間になりそうだ。鬼塚かモンストールか、そうか、しかしこの残りの3分で本当に今までもいろんな逆転劇もありました。したがって気を抜くことは全くできない。
強烈な打ち合いになりましたね。さあこれが22歳の若さでしょうか。手は出ます。チャンピオンちょっと危ないぞ。だいぶ顔面は相当痛み始めていますが、鬼塚しかし記録は負けていないし、自分のボクシングをやっているようです。宮田さん、はい、もうここまでポイント的にはチャンピオンが勝っているというふうに見ていますね。これ最後に金平会長はね、もうこのラウンドはお前の自由にやると一言かけて送り出しました。なるほど、はい、いやこのままいって勝ちますと年間最高試合という可能性も十分出てきそうです。それだけの好ファイト。いやとにかく最近のないタイトルマッチですね。本当にね、いい試合が王座決定戦とはまた違う形の本当に肉体戦で、この打ち合いに勝ったとなると鬼塚茜は大きな自信になりそうです。それとチャンピオンは精神力にかなり成長しましたね。まあしかしボクシング一本にかけてまいりました。この鬼塚本当に今日の試合ね、これでねチャンピオンのね心の主役ね、これがすごいものがありますよ、はい。まあこの試合で鬼塚の評価が一段と上がることは間違いなさそうです。素晴らしい試合ですね。まあポイントをリードしてても相手をもう倒しに行こうかというこの気迫。しかし挑戦者がですね、やっぱり最後までこの戦っている姿、これ、若いボクサーですね、根性というのかね、それはやっぱり見てほしいですね。そうですね、素晴らしい。やはりこれが世界タイトルマッチ最高峰の試合です。何かボクサーの本当にボクサー根性を見るようなそんな試合です。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ。さあだ、チャンピオンが攻める。わあ、拍手岡田獲得、残り30、気迫と気迫のぶつかり合いです。すごい試合でした。国内今年最後のこの世界タイトルマッチ、すごい試合です。いや白井さん、はいはい、なんとも感動的な試合でもありましたね。いい試合だったですね。チャンピオンもまた挑戦者もね全力を尽くしましたね。気持ちがいいですね。はい、具志堅さんいかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、ボクシング界にですねやっぱり感動を与えたっていうかね、はい、今日の試合で素晴らしいお互いファイトしたっていうのはですね、はい、これからやっぱりボクシング界のために鬼塚君はよくやったと、はい、いうことですね。さあ判定はどうでしょうか。パナマと韓国とアメリカのジャッジです。勝者赤コーナー、やりました。鬼塚見事に2回目の防衛に成功、しかも難関指名試合最強の挑戦者ゴンストールカストを破っての勝ちある勝利です。鬼塚お見事、おめでとう。いやしかし白井さん本当に激しい試合でしたが、いやいやよくやりました。まあ、見てもね非常にいい試合だったんですね。まあ最近にないね、こうファイトだったんですね。はい、アルマンドカストロと具志堅さん、はい、鬼塚が泣いてますよ。やっぱりそれだけですね、一生懸命トレーニングやってきたと、うん、それで本人も絶対負けることない、絶対に勝つんだっていうもうことをですね、はい、もう言い聞かせてきてると思うんですよ。はい、それでやっぱりボクサーっていうのを勝った時はね大変もう、やっぱり涙を出すぐらい嬉しいですよ。はい、しかしカストロも大変なチャンピオンでした、挑戦者でしたね。はい、私は挑戦者ですね、やっぱり挑戦者も褒めてあげたいですね。はい、今、主催のスポーツ日本社それから TBS の猪俣修二スポーツ局長からトロフィーが贈られようとしています。さあそれでは鬼塚選手の一言、チャンピオンの一言を、準備ができ次第、聞いてもらいたいと思いますが、さあ激しい、リングの中大変な興奮になっています。見事に2度目の防衛を果たし
しました鬼塚克也チャンピオンに話を伺います。ナイスファイトでした。最後まで本当によく戦い抜きました。いや僕は力がないので僕には強い味方がいっぱいついてるのでそういう人たちのおかげで今日また勝たせてもらったと思います。第1ラウンドはカストロが攻勢に来ましてちょっと目くらったようなところもありましたが、そうですね、もうだけどもうカストロはパンチも強いしすごいもう実戦で鍛えた強さを持っているのでそれをずっと頭の中に入れてたので耐えれたと思います。冷静に冷静に、そして鬼塚選手のボクシングができましたよね。あれが僕のボクシングかどうかわからないですけどとにかくみんなのおかげで勝てました。本当どうもありがとうございました。さあこれで初防衛に続いて2度目の防衛も果たしました。まあ今後ということになるんですが、いやもうとにかく防衛できたからとかじゃなくて頼むさんいやじゃないでカストロ選手に勝てたのが嬉しいです。最後にこれだけの鬼塚コールを送ってくださった会場のファン、そしてテレビの前の皆さんに一言どうぞ。いや僕は本当にそんなに力ないですけど本当に周りにすごい強い味方がいっぱいついてるので九州で見てる友達たちも本当に僕に一生懸命応援してくれるしその人たちのおかげでまた勝たせてもらったと思います。本当にどうもありがとうございました。龍の美2度目の防衛を果たした鬼塚克也選手でした。採点の結果ですが平野ボスが119対113、6ポイント、ワンが118対111、7ポイント、それからリベラが119対108、10ポイントの差、大差をもちまして見事に鬼塚克也選手が2回目の防衛に成功しています。解説は試合吉尾さんと具志堅洋子さん、本当にお二方よかったですね。どうもありがとうございました。はい、まだまだ興奮が冷めやりません。チャレンジャーですか。